マスターです。今日はなんだっけ、あ、そうか、そうか、そうか、僕の誕生日が5月の18日なんですけど、マリウサリさんがお祝いしてくれまして、チャンネルをマリウサリさんのチャンネルを利用してお祝いしていただきました。マリウサリさん、ありがとうございます。今回も泣きましたね。涙のキス。よかったね。大好きなサザンの曲ですね。動画を私のチャンネルの方に、マスター2035チャンネルの方に、貼りました。それはインスタとかツイッターと同じ場所ですね。それだけ重要な動画だと思います。ありがとうございます。それと今日は、道頓堀アフターザレイン、今回はパート2ですね。外資系生命保険会社でマーケットもないのに戦うことになりました。果たしてできるのかどうかですね。それではもう始めましょう。外資系生命保険会社でマーケットもないのに戦うことができるのだろうか。いろいろ考えましたね。バブ崩壊してマーケットもなくなりましたんで、やるしかないなという感じですね。追い込まれました。しかし、どうしてやろうかな。生命保険の飛び込み営業。これはあかんな。これは絶対生命保険取れへんな。やはり、地道なアポ取り、電話アポ取りがメインかな。とにかくやってみよう。当時、電話帳が、分厚い電話帳がありましてね。それを利用しましたね。それは各家庭にも送り込まれてくるものですね。アプローチするにおいて、僕の場合は、商売をしてはる人を中心にアプローチしていきました。最初苦戦しましたけどね。100人に1人ぐらいかな、話を聞いてくれはる人がいましたね。聞いてくれる人がいたんで、小さい光を見つけました。で、半年経って何かを見つけましたね。方法論とか詳しい内容はちょっと長くなるんで、個別でメールか、意見をください。お伝えしますんで、それに関しては。方法論ですね。僕はもうどんどん良くなりましたね。成績もどんどん良くなり、その会社においてのトップクラスになっていきました。3年で営業所長になりました。所長の成績も1年目は良く、評価高く、なんとスイス旅行に3週間行くことになりましたね。この時は、そうですね、多分39歳ぐらいの時やったと思いますね。40ちょっと手前ぐらいですね。スイスは遠いですね。今、あまり言いたくないですけど、ロシアの上を通ってきましたね。13時間飛行機に乗りました。スイス航空は飲み放題、食べ放題だったので、もう飲んで飲んで、ワイン飲んで、ウイスキー飲んだり、ビール飲んだりしましたね。で、食べ放題で。スイス着いた時はぐたぐたになってましたね。みんななってましたけどね。懐かしいです。で、研修なんで勉強しに行きます。午前中が勉強でしたね。午前中研修でした。スイス銀行が、投資とか、そうですね、そういうことを教えてくれましたね。まあ、正確に言うと、クレディ・スイス銀行ですね。授業は、なんと、英語でした。ちょっと勉強していったんですけど、全くわからなかったですね。生徒は世界各地の保険営業の人たちでしたね。アフリカの方もおられましたし、
イスラエルの方もいましたね。本当に世界各地の営業マンが来たという感じがしましたね。事業は本当の本当に全くわからなかったですね。泊まるところはスイスで一番いいホテルだということでしたね。スイス人は賢い人が多かったですね。最低でも4カ国語を話すことができる人が多かったですね。スイスはヨーロッパのいろんなところに囲まれている国なんで、4カ国語以上喋れないと生活できないんだと思います。それでも4カ国語を話すことができるので、やっぱり賢いんだなと思いましたね。勉強することや、あるいは仕事も一生懸命スイス人はしますが、休憩するときはきっちり休憩しますね。例えば、昼間ランチ時間は2時間びっちりゆっくりできましたね。夜はぴったし6時に終わりました。それから夜の食事ですね。夜はチーズが主流になってきますね。それと一番びっくりしたのは実は女性ですね。スイスの女性でファッションがなんとパンツスーツなんですよ。みんながみんながスカート履いているのは外国人観光客だけでしたね。それをびっくりしましたね。ねえ、パンツスーツでもね、夫婦の仲はすごくいいですね。日本と比べてもねえ、スイスはねえ、カップルがすごく仲良かったですね。それをイメージとしてあります。でもスカート履かない、それはなんかねすごい面白かったですね。夜は一緒に行ったメンバーと、レストランの中で食事をしましたね。でちょっと夜が結構暇なんでバーを探しましたね。で食事してバーに行きましたね。毎日でバーはもう毎日同じところで飲んででも面白くないの、いろいろ探しましたね。朝もホテルの中にバーがありますんで、大きなホテルだったので、いくつもあります。朝もホテルの中でバーを探しましたね。すると朝ホテルのおしゃれなバーを見つけました。で入ってきましたね。入り口のドアを開けますと開いてるやんと思って見ようかなと思って入っていきました。ドアはなんか暑いドアでしたね。やっぱりバーなんでよく騒ぐんでしょうね。だから暑い、このぐらいのドアだ、厚みがあったですね。で、それをするとあるものを見つけましたね。ボーリング場がバーの中にあるんですね。10レーンはありましたね。ということはバーでボーリングをやりながらお酒を飲むんかなと思いましたね。そしてお酒を飲んだ形跡の跡が残ってましたね。昨日夜みんなスイスの方は飲んだのかなと思ってましたね。すると突然入ってきたドアがガタンと閉まりました。なんで閉まんねや。僕も早足でドアのとこまで行きましたね。もう出よう、こんな物騒だから出ようと思って、そしてドアのところへ行き開けようと思いますが、開かないやん、そんなアホな勘弁してよ、授業もこれからあるんやで、どうしたらええんや。ということで今日は終わりです。続くですね。次はパート3で展開お話ししていきますんで、またよろしくお願いしますね。ちょっとお酒を飲みます。ワインです。
かですね。美味しいですね。そして不思議な展開になりました。面白い展開になりますんで、またぜひ見てくださいね。ありがとうございました。